エイジあるいはブライアまたは、ブライアは、ヨーロッパ南部から南西アジアなどの地中海、沿岸地域や東アフリカに分布する、ツツジカエリカ族の常緑低木のことである。3から7月頃に開花し、温室などで栽培することが多い。また、スコットランドなどに多いヒースに似た白い花を咲かせる、ことから、別名として、ホワイトヒースと呼ばれることもある。パイプの原料となる。 リンネの植物の種で記載された植物の一つである。アルジェリア、アルバニア、アンドラ、イエメン、イタリア、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ギリシャ、クロアチア、ケニア、コンゴ民主共和国、サウジアラビア、ジョージア、スペイン、ソマリア、タンザニア、チュニジア、トルコ、フランス、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、南スーダン、モロッコ、モンテネグロ、 ルワンダに見られる。ケニアでは標高2100の4500メートルの岩の多い森林地帯に時勢が見られ、鉱山においてこその木の林よりも標高の高い場所に共有選手として反茂している。本属の植物はヨーロッパのものがヒースとの関わりもあってよく知られるが、種数としては約600種が南アフリカを中心とした地域に集中しており、 その一部は東アフリカ東部にまで分布している。ヨーロッパから地中海に分布するものは14種ほどで、そんな中にあって本種が地中海地方からコーカサスに分布し、その上にアフリカ北部に自生していることは、この属の南北の分布域をつなぐものであり、両者に連絡があったことを示すと考えられる。低木あるいは高木からメートルで枝は軽する。 以下は部位ごとの説明となる。葉は径の星、2から 6.5× 約1ト、mm、ルである点が挙げられる。花は四分くらいからなり、色が白か桃色で、長さ1.5から3ル、mm、ツトが小花柄の花宝の中ほどに見られる点が挙げられる。果実は赤色で、長さ3ト、mm、ル以下となる、果てで、その中に多数の小さな種子を含む。は木としては、 強い難燃性を持ち、鉱物に比べ軽量であり、そのためタバコのパイプの材料によく用いられる。このエイジュの木の根から作られるタバコ用のパイプは、高級品としても広く知られている。ブライヤ材で作るパイプの原材料には、主にエイジュの木の根が使われることが多いが、廉価な製品では幹に近い箇所も利用される。パイプの種類には、エイジュのほか、金属や陶器、 カエデや桜などの木材、トウモロコシの芯を使ったものなど様々なものがあるが、エイジュ製のものが耐久性に優れ風合いなどが好まれることから広く普及しており、しばしばパイプの王様と位置づけられる。エチオピアでは乾いた枝を家周りの柵作りに用いたりするほか、焚き木、木墨作り、飼料、蜜蜂の餌、池垣作りに用いる。ケニア、英語、日本語。 ありがとうございます。